こんにちは、エルです。本日はブータンの地で28年間農業技術指導を行い、農作物の生産量を飛躍的に増大させ、ブータンの未来を切り開いた日本人、西岡圭司さんについてお話しさせていただきます。日本での知名度はありませんが、ヒマラヤの小国ブータンでは最も有名な日本人です。そして日本の天皇陛下もよく存じており、西岡さんのことを誇りに思っています。これは1958年から始まる話になります。ブータンの人口は100万人程度で、国民の大半は農業で生計を立てています。しかし国土の大半は山と谷であり、田畑としては1割程度しか有効に活用できていませんでした。西岡さんがブータンと関わりを持ち始めるきっかけは、大学の恩師である中尾教授の推薦でした。1958年、中尾教授はヒマラヤの植物の生態を研究しており、ブータン政府の正式な招きを受けて入国した際に、当時の首相ドルジより農業専門家をブータンに派遣してほしいと依頼を受けていました。教授はブータンの農業指導にあたるには、ただの専門家ではなく、ブータンの人々の生活に溶け込み、人間性においても人々に信頼される人物でなければすぐに挫折してしまうだろうと考えました。話を持ちかけた相手はかつての教え子である西岡さんでした。穏やかで謙虚、友情に厚く、誠実で努力家である西岡ならば、根気と忍耐力が予想される。ブータンでの農業指導をきっと成し遂げられる、そう考えて話を持ちかけました。ブータンの派遣の話を聞いた西岡さんの心は踊っていました。西岡さんはかつてネパール学術探検隊に参加し、ヒマラヤの魅力に魅せられていました。そしてそこに住む人々の貧しさに心を痛め、彼らの生活を少しでも豊かなものにできないかと考えていました。1964年、正式に派遣が決まり、西岡さんはブータンに向かいます。この時、年齢は若干31歳でした。日本の農業技術でブータンを豊かな国に変えてみせる。西岡さんは使命感に燃えていました。しかし農業局の事務所に出向くと、そこにはインド人しかいませんでした。局長も職員もインド政府から派遣されたインド人でした。西岡さんは歓迎されていませんでした。遠い島国からやってきた日本人の若者、何が分かる。俺たちの邪魔だけはしないでくれよ。誰も君に期待していないから適当にやってくれ。最初に西岡さんに提供された試験農場はわずか60坪の荒れ地でした。そして作業員には12歳の3人の
現地の少年が配属されました。そんな状況でも西岡さんは心を穏やかに保ちました。そしてどの野菜がブータンの土地に合い人々を喜ばせることができるのかということを冷静に分析していました。最初に選んだ野菜は大根でした。昼夜の寒暖差が激しいほど大根はよく育つ特性を持っているためブータンの気候にマッチするはずと考えました。3ヶ月後、それまでブータンでは見たことのないような大きな大根が60坪の土地一面に育っていました。この時、西岡さんの元で大根の栽培を学んだ3人の少年は、後にブータンの農業開発を担う人材に成長します。冷ややかに見ていた地元の人々もこれには驚きました。そして翌年には3倍の土地を与えられました。やがて国会議員や国王陛下が視察するようになり、その翌年には2万坪の土地と2年だった任期の延長を国王陛下から懇願されます。西岡さんはすぐに快諾しました。彼のブータンにかける熱意は生半可なものではありませんでした。この時、西岡さんに与えられた農場は後にブータン農業の近代化を担う農場となりました。現在のブータン市場の8割の野菜は西岡さんがここで栽培して広めたものと言われています。1980年に西岡さんは国王陛下より最高に優れた人を意味する打賞の称号が与えられました。そして1992年にブータンの地で59歳の若さで亡くなりました。国を挙げ盛大な国葬が執り行われ、西岡さんに感謝の心を捧げました。ブータン農業の近代化は西岡さんが熱心に研究を続け人々の信頼を得たことが大きな要因であると分析しています。最後までご清聴いただきありがとうございます。これからも好きなことや感動したことなどを動画にしていきたいと思います。よろしくお願いします。